d n a の松尾潮音捕手が10日、インスタグラムのストーリーズを更新し、自身のアカウントが乗っ取られたことを報告した。球団公式インスタグラムにも転載された。中日戦に7番捕手でフル出場していた10日夜、松尾のインスタグラムに黒い画像が投稿された。ネット上では、何だろ、乗っ取られたんかな、と疑問や心配の声が多数寄せられた。 試合後、松尾はインスタグラムのストーリーズで、先ほどまで自分のインスタのアカウントが乗っ取られていたようです。と報告。ファンへの謝罪とともに、このようなことがあったので、今後も同じことが起きないように、インスタをやめようと思います。と伝えた。